ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。突然だが、霊夢は砂漠って聞いて何を思い浮かべる？そんなの砂以外にはないわ。そうだろうな。いや、それ以外に何があるのよ。霊夢は砂漠を砂しかなくて面白くない、デカすぎる砂場程度に思っているだろうが。いや、そこまでは言ってないわ。実は世界の砂漠では色々な奇妙なものが発見されているんだぜ。何それ？面白そうだわ。ということで今回は、砂漠で見つかった奇妙なものを7つ紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。砂漠で見つかった奇妙なもの一つ目は、幽霊の足跡だ。幽霊なのに足があるの？本物の幽霊の足跡なわけじゃないぜ。本当に幽霊の足跡だからではなくて、雨が降ると、足跡が目に見えるようになるが、太陽の下で乾くと、消えてしまうという不思議な現象があるからだ。現れたり、消えたりするから幽霊ってことね。そういうことだぜ。実は最近発見されたもので、2022年7月初旬にユタ州のグレートソルトレイク砂漠にあるんだ。ヒル空軍基地で一時勤務していた考古学者らは、近くの遺跡に向かって車を走らせていた時、偶然にこの足跡を発見したんだぜ。足跡が残っているってあるのね。すぐになくなってしまう気がするけど。しかも驚くことに、最初は数個の足跡しか見つからなかったが、地中レーダーを使って周辺を調べたところ、成人や子供の88個の足跡が見つかったんだ。その足跡の持ち主はいつ頃生きていた人々なのかしら。少なくとも1万年ほど前、この地域がまだ広大な湿地帯だった頃に、人間が残したものなんだな。1万年前の足跡が残っているってすごいわね。そうだな。これはとても貴重な発見だった。かつてその砂漠には人が住んでいたってことなの？そうだ。グレートソルトレイク砂漠はもともと塩湖だったんだ。塩湖って何？海とは違うの？塩湖というのは、湖水の塩分が、1リットル中 0.5 グラム以上の湖のことだ。だからここの砂は、土壌中の濃い塩分濃度のため白色をしているんだぜ。確かに綺麗な砂浜の砂みたいよね。湖だったのにそれがどうして砂漠になるの？氷河期最後の気候変動のせいで、古代の湖がゆっくりと干上がり、水に溶けていた塩だけが残されたんだ。湖から乾燥した塩原へと移行する間、この地域は一時的に広大な湿地帯となり、1万年前まで人間が住んでいたんだな。一度湿地帯になったことが足跡が残されたことに関係しているのかしら？その通りだぜ。当時の人々は、水が浅く溜まったこの湿地を歩いていて、歩くそばから泥のぬかるみの中に足跡が残り、そこにすぐに周りの砂が流れ込んだことで、足形がかたどられたままの形で残ったんだ。その後、湿地帯が乾燥するにつれて、足跡は残った塩で埋められ、完全に乾燥すると周囲の風景と区別がつかなくなったというわけだ。なるほどね。1万年も前に生きていた人間の足跡をこの時代に見ることができるなんて、不思議な気持ちだわ。研究者もこれほどたくさんの古代人の足跡の発見は、一生に一度あるかないかのことだと言ったそうだ。他にも人が住んでいたことを証明するものが発見されているんだ。何かしら？土壌の跡、料理に使ったと思われる石器、2000個以上の動物の骨の山、さらに炭化したタバコの種なども見つかり、これは人類がタバコを吸っていた最古の証拠と言える。当時の人々の生活が目に浮かぶようね。その人たちがタバコを生み出したのだとしたら愛煙家からしたら神様ね。砂漠で見つかった奇妙なもの二つ目は、8000年前の手形だ。今度は手形。サハラ砂漠の洞窟には、小さな13個の手形が残されているんだ。幽霊番組でこういう手形見るわよ。窓ガラスに手形がびっしりっていう。これは人間のものなのよね？最新の研究から、それが人間のものではないことが明らかとなったんだ。どう見ても人間の手形なんだけど。手形が発見された洞窟は、獣の洞窟と呼ばれ、2002年、エジプト南西のリビアとの国境付近に広がる広大な砂漠のど真ん中で、アマチュア冒険家によって発見されている。洞窟の中には、8000年前のものと思われる5000点にも及ぶ絵や彫刻が残されていたんだ。すごい量ね。その洞窟に手形もあったのね。そんなにたくさんの絵や彫刻が一緒に発見されたんならやっぱり人間の手形なんじゃないの？確かに発見当初は子供の手形や足形と思われていたんだ。でも違ったのね。そうなんだぜ。その手がかりになったのは、13個の小さな手形だった。幼い子供の手形や足形はオーストラリアの壁画には見られたものの、サハラ砂漠では一度も見つかっていなかったんだ。今回見つかったものの中には、大人の大きな手形の内側に、赤ん坊の手形がすっぽりと収まっているように見えるものもある。でも人間じゃないのよね？小さな手形をよく調べると、この手形は人間の赤ん坊の手よりもはるかに小さく、指が焼けに長いことがわかったんだ。なるほどね。
岩絵の手形のサイズと、人間の新生児のそれとを比較してみたところ、岩絵の手形は非常に小さいため、比較対象には妊娠期間26から36週の早産児の手形も調べられたんだ。でもこんなに人間に似た手形を持つ動物って他にいるかしら？実はトカゲのものである可能性が浮上してきている。トカゲ？人間の手形に見間違えるほど大きいトカゲってこと？そんなのいるの？確かに日本で日常的にそんな大きなトカゲを見ることはないだろう。そうね。しかし世界一大きなコモドドラゴンは、3メートルを超える個体も発見されているんだぜ。3メートル？その名の通り、トカゲっていうかドラゴンだわ。実物は恐竜みたいだぜ。人間の赤ん坊のように小さい手形もあったんだが、それにしては指が細いことからトカゲだとされたようだ。確かに赤ん坊の手はクリームパンみたいに丸いものね。でも洞窟の壁に多くあったってことは、トカゲ自身がその手形をつけたんじゃなくて、人間がしたことなのかしら。その通りだぜ。何のためのものなのかしら。というか考察するだけ無駄という考え方もあるな。どういうこと？8000年前となれば、文化や人間の価値観は現代とは大きく違うからな。だから正しい解釈をするのは難しいだろうな。なるほどね。何か重要な風習の一部だったかもしれないし、食用目的で取ったトカゲの手足を気まぐれで使った可能性もあるわ。砂漠で見つかった奇妙なもの3つ目は、巨大な地球の目だ。地球に眼球があるってこと？実際に眼球がくっついているわけじゃないぜ。地球を生物に例え、地球のへそとか、地球の口って呼ばれる場所があるんだよ。今回はその目バージョンってことね。アフリカ北西部、中央モーリタニアのサハラ砂漠西端には、地球の目と呼ばれる直径約 50km に及ぶ巨大なサークルがあるんだぜ。これは、リシャット構造と呼ばれるものだ。直径が 50km もあるの？宇宙から見たら本当に地球に目があるように見えるんでしょうね。ああ、不思議な光景だろうな。地球の目は何なの？発見当初は、隕石の衝突によるクレーターと思われていたが、調査の結果、特有の鉱物が存在しないこと、直径に比べて深さが浅いことなどから、すでにある岩石または地層にマグマが貫入してできた火成岩によって形成されたドーム構造であると推測できる。よくできるものなの？リシャット構造はあまり一般的とは言えない。これをはじめに発見したのは宇宙飛行士だが、さぞ驚いただろうな。なんで目のように見えるのかしら？リシャット構造は地層が折れ曲がっていて、中央に向かうほど古い地層になる。だから地層の色が違って、渦を巻いているように見えるのね。そういうことだぜ。あと、地球の目にはある都市伝説があるんだ。それめっちゃ気になるわね。地球の目のど真ん中に一軒の宿があるそうだ。地球の目があるのは砂漠の中なのよね。そんなところに宿があるのは変だわ。宿には、いくつかの木造の小屋があって、そこにたどり着ける体力自慢のツーリストたちが集まるそうだ。まるで幻の宿だわ。この宿を誰が営んでいるのかが気になるよな。その宿が気になったら自分で探してみるといい。砂漠で見つかった奇妙なもの4つ目はクソゲーだ。クソゲー？クソなゲームってことかしら。アメリカのニューメキシコ州にある砂漠の埋め立て地には、ある都市伝説が存在するんだ。何かしら？トラック14台分に上るゲーム機が埋められているという。砂漠の中になんでゲーム機？誰かが埋めたってことよね。そうだな。埋められていたのは、アメリカの会社のアタリ社が発売していた ET というゲームだ。ET ってあの ET？ そう、宇宙人が登場する有名な SF 映画だ。アタリ社は世界で初めてビデオゲームを作った会社なんだぜ。それは知らなかったわ。でもどうしてそんな都市伝説が生まれたの？1980年代、アメリカではアタリ社が作ったアタリ2600という家庭用ゲーム機が大流行していた。市場シェアを8割占めるほどの人気だったんだぜ。それはすごいわね。現代でもそんなゲーム機ないんじゃない？そうかもな。そしてアタリ社はさらなるヒット作品を生み出すため、当時興行収入1位を記録した ET を題材にゲームを作ることにしたんだ。アタリ社は24億円もの大金を払って ET の版権を購入したんだぜ。絶対うまくいくと思っていたんでしょうね。ああ、だが ET のゲームは盛大に失敗し、会社が倒産するだけじゃなくアタリショックと呼ばれるゲーム市場の崩壊にもつながることになったんだ。ひえ、一個のゲームのために会社が倒産なんて。なんでそんなことになってしまったのかしら。ゲームの題材に ET を選ぶのは悪い考えじゃない気がするんだけど。盛大にこけてしまった理由だが、ET の版権を手に入れ、クリスマス商戦に間に合わせるために急ピッチでゲーム制作を進めたらしい。制作期間に与えられた時間はなんと約5週間だ。5週間？ 1 ヶ月ちょっとじゃない。しかもプログラマーは1人だけだった。いや、意味がわからないわ。想像できる通り、できたゲームはクソゲーだった。しかもそれを600万個も作ってしまったんだ。クソゲーを量産してしまったのね。
経営陣は何をしているのかしら。正気の沙汰じゃないよな。100万個はなんとか売れたんだが、当たり者は500万個の在庫を抱えることになるんだ。よく100万個売れたわね。でもダラダラでもいいから残りの500万個も売ろうとすればよかったんじゃないの？それはあまりおすすめしない。どうして？割引販売も行っていたようで、販売当初は50ドルぐらいだった価格が最終的には5ドルぐらいまで下がったみたいだ。90% オフね。バブル崩壊のような現象が起きて、販売せずに捨てざるを得なくなったんだ。要は値崩れを起こしてしまったってことだ。供給が需要を上回ることなどによって、売り値が急に下がることね。そうだぜ。ET があまりにもクソゲーすぎてソフトの価格を下げた結果、他のゲームの価格も下げないと売れない状態に陥って一気に値下げ競争に発展してしまった。他の会社からしたらいい迷惑ね。そして消費者は価格が下がったゲームしか買わなくなり悪循環に突入していくというわけだ。これは業界全体に大打撃になったんだ。しかも安いソフトしか買わなくなった消費者が手にするのは値引き率の高いクソゲーばかりで、次第に家庭用ゲーム機はクソゲーしかないという認識が広まってゲーム業界が、どんどん衰退していってしまったんだ。なるほどね。ET が安すぎるソフトを売るから、他社も安いソフトを出すしかないけど、そうするとクオリティの低いゲームしか作れないのは当然よね。そうだな。そして適正価格で質のいいゲームを出す会社は全く売れなくなる。適正価格でも他が安すぎると高く感じちゃうものね。次第に当たり者が大量の ET を砂漠に埋めたという噂が流れ始めるんだ。なるほどね。というのも1983年の9月27日に当たり者が大量の ET を捨てている現場を目撃した人物がいたそうだ。なんか全てが場当たり的だわ。計画性がないよな。そして噂通り、ニューメキシコ州の砂漠の地中深くから、コンクリートの箱で厳重に保護された状態の ET が大量に発掘されたんだ。噂は本当だったのね。てかこれ不法投棄じゃない？企業がそんなことしていいの？いや、もともとそこは廃棄物処理場だったんだ。あ、捨ててもいい場所だったのね。クリスマス商戦で大勝ちするはずが、こんな結果になるとは思わなかったでしょうね。そうだな。今ではゲームが埋められていた砂漠は、ゲームの墓場と呼ばれているぜ。砂漠で見つかった奇妙なもの5つ目は、隕石の衝突によって作られた砂漠のガラスだ。このガラスはリビアングラスとも呼ばれていて、ツタンカーメンの墓からも発見されている。どういう現象でこのガラスが生まれるの？ことの始まりは2000万年前だ。2000万年前って、途方もない年月だわ。海にはケルプの森と滑走類が出現して、生物の急速な多様化が進んでいた。ヨーロッパやアフリカでは、初期の類人猿が100種ほど地上で生息していたんだぜ。人間のいない世界、興味しかないわね。隕石が衝突したか、大気の低いところで爆発したかして、砂漠が加熱、粉砕、爆発して、砂はあっという間に融解し、そしてすぐに冷えた。それでできたのがリビアングラスなのね。そういうことだぜ。砂漠の砂が比較的純度の高い傾斜だったから起こったことだ。まるで宝石のように綺麗だわ。ツタンカーメン王の財宝の中に、太陽神ラーをかたどった胸当てがあるんだが、その中央には黄緑色をしたスカラベがはめ込まれている。そのスカラベがリビアングラスでできているの？そうだ。スカラベは古代エジプトでは神聖なシンボルであり、宝石を彫刻して作られるのが普通だったんだ。しかし、エジプト第18王朝の胸当てではリビアングラスが使用されたんだぜ。それほど貴重なものとして見られていたってことね。そうだな。何より、人工的にガラスが作られるようになったのは、紀元前1500年頃、つまり約2500年前だから。そのことを考えると2000万年前にガラスが存在したっていうのはすごいことなんだ。自然は偉大ね。リビアングラスは今でもリビア砂漠の数十キロの範囲に点在しているぜ。それだけ隕石衝突が大きなものだったのね。そうだな。2000万年前にできたガラスが今でもあるって時代は繋がっているって実感するわ。砂漠で見つかった奇妙なもの6つ目は、地獄の井戸だ。地獄の井戸ってワクワクするワードね。地獄の井戸と呼ばれる井戸は、バラフートの井戸といい、イエメン東部のマフラ県の砂漠にある数世紀前から存在する巨大な陥没穴のことだ。深い穴って表現できない恐ろしさがあるわよね。ところでなんで地獄の井戸って呼ばれてるの？最深部から悪臭が漂っていて、地元の人々からは悪魔が収監されていると恐れられているんだ。だから近づく者は愚か、誰もこの穴に入ろうとしないし、そこに何があるのかは長らく不明だったんだぜ。じゃあ今も穴の底がどうなっているかわからないの？いや、オマーンの洞窟探検隊が地獄の井戸の底に降り立っているんだぜ。おお、悪魔はいたの？いや、いるわけないよな。ちょっとがっかり。調査の結果、穴の幅は30メートル、深さは約112メートルあることがわかった。深っ。そんなのが砂漠にあると思ったら怖いわね。そうだな。
間違って落ちでもしたら絶対助からないな。穴の中はどうなっていたのかしら。近づくのは愚か、話をするのもタブーとされていた地獄の井戸は、数百年前から存在し、被信者が死後に拷問を受ける場所だとも、中に入ったら頭を切り落とされるとも伝えられている。そんな井戸の底には何がいたのか。ドキドキ、生きた蛇が多くいたそうだ。なんだ、蛇か。悪臭の原因は蛇の死骸だったんだ。有毒ガスが蔓延していたわけでもないし、井戸の底の水を飲んでも何も起こらなかったそうだぜ。そんなとこの水飲んだら死にそうなのに意外だわ。足跡などの痕跡は全くなかったそうで、そこに人間が降り立ったのは、オマーンの洞窟探検隊が初めてだと思われる。何百年も前からそこにあったのに、人間が到達したのが最近になってからなんて、地球って面白いわね。そうだな。これからも新しい発見がありそうだ。砂漠で見つかった奇妙なもの7つ目は、奇妙な環状の建造物だ。とんでもなくアバウトなタイトルだわ。ミステリーサークルではないかとも噂されたこの謎の建造物は、中国の内モンゴル自治区からモンゴルにかけて広がるゴビ砂漠にある。これらは Google マップによって発見されたものなんだぜ。科学技術の進歩は素晴らしいわね。実際にその場所に行かなくてもいろいろ探索することができるんだもん。趣味が Google マップっていう人もいるかもな。環状に配置された奇妙な建造物などがあるんだ。この謎の建造物の正体は一体何なの？秘密の軍事基地、中国版エリア51だと主張する陰謀論者もいれば、円を描くように配置された巨大なソーラーパネル群であると予測する声もあるぜ。砂漠にあるソーラーパネルだったらめちゃくちゃ電気溜まりそうね。無敵だろうな。中国版エリア51っていうのは何なのかしら？エリア51というのは聞いたことあるか？いや、ないわね。エリア51というのは、アメリカのネバダ州レイチェルに位置するアメリカ空軍ネリス試験訓練場内の一地区だ。ロズウェル事件でも有名な場所だな。何その事件は？1947年7月、ニューメキシコ州ロズウェルに UFO が墜落したとされる事件だな。UFO って飛んでいるのを一瞬目撃したかもしれないとか、都市伝説レベルで存在が怪しいのに、それが墜落したの？その UFO がエリア51に保管されているという話があったんだ。だからエリア51は宇宙人を飼ってると噂されたり、宇宙人に関係する施設とも言われていたんだぜ。でもエリア51はアメリカ軍保有の施設なのよね？政府が宇宙人の存在を認めたってこと？墜落した UFO には宇宙人も乗っていて、その際死亡しているらしい。軍は秘密裏に徹底的な残骸回収作業と情報統制を行ったが、想定外の事故であったため、何人もの民間人に異常な行動を見られてしまったそうだ。なるほどね。その UFO が保管されているんじゃエリア51が怪しい施設と思われてもしょうがないわね。そうだな。それにエリア51では秘密裏の実験が行われていて、それはアメリカが特に秘密にしておきたいことだったようで、CIA は2013年までその存在を公的なファイルから抹消していたんだ。存在を隠すってすごいわね。さすがアメリカだわ。話がそれたが、今回紹介しているゴビ砂漠の謎の建造物は、中国版のエリア51ではないかって話だ。中国だったら宇宙人の人体実験ぐらいしてそうだわ。偏見がすごいな。まあこんな話もあったが、一番有力視されているのはやはり軍事施設だぜ。うん、それが一番しっくりくるわ。謎の建造物は、中国、甘粛省北西部、酒泉の町から160キロほどの場所で、中国の宇宙開発プログラムの本部があって、発射台なども確認できるんだ。円の真ん中に3機の飛行機がいるのがはっきりわかるし、周りにトラックや管制塔も見えるという。今は使用されていない施設なのかしら？それはわからないな。いろいろな憶測が飛び交っているが真相は謎のままだ。今日はここまでだぜ。霊夢、どうだった？砂漠って話を聞くまでは何もないところだと思っていたけど、面白い場所よね。広い場所だから何か見つけた時のレアリティすごいしね。確かにそれはあるな。広いから偶然見つけるなんてそうそうあることじゃないし、私的にはクソゲーの話が一番おもろかったわ。ギャグ漫画みたいな話だったな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。